田舎の山猿さん、ありがとうございます。まあ、いろいろと書いていただきまして、いつもありがとうございます。まあ、最初に一言言っとくんですけれども、まあ、お願いがありまして、そのなんだ、受信専用のメールを作ってくれませんかっていうことなんですけど、今、まあ、LINE の方もですね、一応ですね、 Facebook のメッセンジャーはやってるので、まあ、別にあの Facebook のメッセンジャーにメッセージいただいても大丈夫ですよ。一応メッセンジャーは一応連絡で来る。やっぱ Facebook メインでやられてる方は Facebook メッセンジャーでメッセージ来たりとかするので、 Facebook の投稿はやめましたけど、メッセージはあのアプリ入れてるんで、メッセ Facebook アプリは消したんですけど、メッセンジャーアプリは残してます。だから、まあ、前みたいに Facebook でメッセージいただいてもいいですし、まあ、この G メールですね。この G メールにメッセージいただいても大丈夫ですね。もしくは、まあ、お問い合わせフォームですよね。まあ、一番簡単なのは、今まで通り Facebook か、まあ、今 Facebook、僕、他の人の全然見てないのわかんないですけど、まあ、今 Facebook 使ってるんだろうならば、Facebook メッセンジャーでもいいですし、あとは、まあ、メール、この yoshitani.ustream@gmail、ここはもう常にチェックしてるんで、はい。だからそこにいただければいいんじゃないかなと思います。まあ、いろいろと書いていただいてますけれども、多分、まあ、その今回のプレゼントは、今まで見た中でも、まあ、僕もいろいろ無料でね、マインドセットの話はいろいろしてるんですけども、まあ、その有料でしかも塾生さんの一発目に見せるものですから、僕も考えてだ、そうじゃないですか、無料でマインドセットの話をあんちゃらかんちゃら言ってるので、やっぱそのしかもそれを有料で話して、しかもドリアカの塾生さんが一発目に見るやつですから、結構そのいろいろ考えて気合い入れて作ったんで、まあ、これもうこれさえ見とけば大丈夫みたいにしときました。で、あれ以上は、まあ、最近続編を作ったんですけど、まあ、絞って続編を作りましたけど、ただあの究極のマインドセットで話してるのが全てかなと思いますね。そう、収入を具体的に上げるために自分が何をすべきなのかっていうところも言ってますし、で、これは、リアルのビジネスでも一緒です。まあ、その話もします。ネットビジネス関係ないですもん、もはや。もはや関係ないですね。だから、究極のマインドセットで言ってることをやっていただいて収入が上がらないってことはないですね。まあ、そのネットビジネスやらなくてもリアルの方でも一緒なんで。あとね、借金ですかね。まあ、借金。まあ、借金もね、まだ完済してないんですけど、頑張ってます。なんとか。まあ、利子だいぶ払ってますけど、利子相当払ってますけど、まあまあまあ、借りるときですね、貸していただいたので、あれですけど、まあ、頑張ります。はい、でも、振り返って思うと、でも最初は辛かったですね。最初はやっぱ昔から僕を知ってる人っていうのは、やっぱその一応僕会社で売り上げは何億っていうのを上げてきたんで、まあ、吉田さんめっちゃ金持ってるんでしょみたいな感じで思われてたんで、だからセミナーやった時も以前そのお客さんに貯金どれぐらいあるんですかみたいな、いや内緒ですみたいな笑ってこのやりましたよ、内心は貯金ねえよみたいな貯金全然ねえよみたいな、ね、まあ言えないじゃないですか貯金なくて借金してる人がセミナーみたいなね。まあ、今年になって暴露しましたけどね、まあ、アンケート取った時にその借金が理由で、なんか借金をマイナスに捉えてるっていうか、まあ、金銭的にはマイナスなのかもしれないですけど、モチベーションというかやることに関しては変わんないじゃないですか。借金があろうとお金があろうとやることは変わらないんですよ。ことしかもネットビジネスで僕は借金があろうがお金があろうがやることを動画を撮る、ただそれだけなんで、まあ、もちろん商品売るっていうのもやりますけども、だから関係ないんですよ。だけどそれを関係あるような捉え方をしている人が非常に多くて、だからそれでなんかちょっとブチ切れて、いや俺結構頑張ってきたぞみたいなで公開しちゃいましたけどね。まあでもね、逆に楽になりましたね。だからこの前、今年も180万のコンサル売ったんですけど、なんかその時にセッションしてたんですね。で、セッション
対面セッションしてて、吉谷さん成功してるじゃないですかって言われて、いや俺借金あるけど借金してる人成功してるって言えるみたいな言いましたからね。いや俺借金あるよみたいな、成功の概念って何みたいなでそれで180万売りました、うん、はい、でもそれでもね、うん、まあその180万払っていただける方が出てきたっていうのは、うん、今までの僕の活動が間違ってるかどうかではなくて、まあその結果としてね、その数字として、なったのかなっていう、うん、まあありがたかったですけどね、うん、まあその180万すぐ借金返済に変わりましたけど、うん、はい、そう、まああと自分のそのビジネス、いろいろとアイデアでいろいろやられてると思いますんで、まあ結構僕が話してる内容って、まあ多分いろいろと自分のやられてるビジネスにもちょっとヒントだったりとか、アイデアのなんかきっかけになったりする部分もあると思うんで、まあちょっと他の人と僕はちょっと一線を害してる部分があるんでまあこれからもなんか、うん、まあお役に立てればなと思います。まあこれからも無料動画とか撮っていきますし、はいですね。あとはもうここのなんだろうな、コミットっていうのが一番いいですね、うん、2年以内にっていう、うん、やっぱ人ってコミットしないと、その期限を設けないとなかなか動けないんで、うん、そう、コミットどんどんしていきましょう。僕もセミナーやるとか商品販売するときも、もう先に言っちゃうんですよね。一番ドリームアカデミアを販売した2年前も、もうサイトもなくて講義も1個もなくて販売しましたから、だから売りますよみたいな。で、売った後やらんとあかんみたいな。もうなんかもう徹夜でドリアカ作ってたんですけど。でもそうやってやっていくと、どん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 やる環境になっていくんで、うん、成長できますね。はい。はい、ということで、メールの方で、プレゼントを記載してますので、ご確認いただければなと思います。今回はありがとうございました。